どうもバンライフジャパンリサ子と大輝です。今回はキャンピングカーのエアコン事情、シャワー事情、排水タンクの問題について、キャンピングカーマニアでありキャンピングカーショーの MC を務めたり YouTube チャンネルキャンピングカー TV を運営されているタックルさんに、かゆいところに手が届くようなキャンピングカー事情をお話ししていただきました。この動画をご覧くださっている方の中には、キャンピングカーに乗っている方、これから購入を検討されている方、バンライフや車中泊に興味がある方が多いと思います。そんなキャンピングカーファン、キャンピングカー初心者にとって、実際に使ってみるとどうなのか、エアコンは本当に必要か、シャワーの必要性、排水の匂い問題などなど、購入前にしっかり知っておかないと後から後悔することになります。私たちが実際にそうでした。憧れやイメージでキャンピングカーの装備のことを選んでいても、実際に使ってみるとほとんど使わないなとか、やっぱりあれが欲しかったと、キャンピングカー購入前と実際は違うことが多いです。そうならないためにも、この動画でキャンピングカー購入の最大の疑問、心配を解決してもらいたいと思います。この動画を見ればすっきり問題を解決し、スムーズにキャンピングカーを選ぶことができます。ぜひ楽しいキャンピングカーライフを満喫してくださいね。今日はキャンピングカー TV のタックルさんに来ていただきました。 YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV のタックルでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんで笑ってるんですか。生で見た。生で聞けた。私たちキャンピングカーをね、買う前に YouTube で見させていただいていたので、本当に光栄です。ありがとうございます。いやいや、お世話になりました。いやいや、もうわざわざ辻堂までお越しいただいて。いやいや、とんでもないです。ありがとうございます。で、今日ね、私たちがキャンピングカー、このクレソンジャーニーに乗って、はい、今9ヶ月なんですけど、はいはい、まあ、9ヶ月過ごした中でやっぱりいろいろ困ったことがあるので、うんうんうん、せっかくなのでタックルさんに相談したいなということで。そんな中、先輩ずらしちゃうような動画を、いやいや、やめてください。大先輩ですから。ね、大先輩に。で、いろんな車を見てる方なんでね。はい、教えていただいて、なんか、はい、タックルさんの視点で、いろいろね、うん、アドバイスいただけたらなと思うので、はい、お願いします。頑張ります。お願いします。キャンピングカーの世界の入り口ともいえる YouTube チャンネル、キャンピングカー TV。キャンピングカーレンタルショップワンダーウォールを6店舗運営するキャンピングカーオーナーのタックルさんが運営されているチャンネルです。 YouTube チャンネルキャンピングカー TV はキャンピングカーの魅力が詰まったチャンネルで、私たちもキャンピングカー購入前に勉強させていただいていました。今回の動画ではクレソンジャーニーに乗って10ヶ月経った今だからこそ知りたい疑問をタックルさんに聞いてみました。キャンピングカー大好き、クレソン大好きな3人のトークをぜひお楽しみください。一つ目ね、一つ目、はい、シャワーなんですけど、シャワー、はいはい、はい、うちの車がマルチルームがあって、まあ、ここにシャワーをつけたいと思ってるんですね、はいはい、で今状態としてはあの下もね、排水口の穴もない状態なんですけど、うんうん、まあ、将来的につけようと思ってて、うん、はいはい、まあ、どういったものがね、おすすめなのかとか、まあ、どういう方法があるかっていうのを。なるほどですね。僕たちは、やっぱりフルタイムで、バンライフやってるんで、このキャンピングカーに住んでるんで、はい、どうしてもね、やっぱりこう、9ヶ月ぐらい住んでて、欲しいなっていう時が、うん、そうですね。そっか、そうですね。はい。そっか、っていうと、じゃあそのシャワーの用途は本当に日常用に使いたいってことなんですね。そうですね。そうですね。まあ日常の中でも、なんだろう、緊急じゃないけど、うん、今日は欲しいなとかね。そういうことですね。うん、はい。なるほどな。例えば、そのシャワーの使う頻度によって、付け方の種類はあるなと思っていて、なるほど。僕、実は子供の頃からちょっとサーフィンする。あ、そうなんですね。で、このタイプはここが固定なんですよね。このビルドイン式のシンクがここについてるんですけど、うん、はい、シャワーのヘッドが伸びないから外には使えないんですよね。そうですね。うん、そうですね。ってなると、シャワーは、つけるメリットと、つけるデメリットを、お二人がどのラインで考えるかなと思うんですよ。そうですね。確かにそうですね。で、まあ、おすすめの商品、何かって言われて今ポッと出てくることはちょっと正直なくて、うん、やっぱり
ここの下って FRP になっていて、はい、穴を開けるって排水を流す、どうやって流すかっていうところにまずなるんですけど、うんうん、下にコックをつけて一回溜めといてコックをで流すパターンが基本になるかなって。ってなると排水できる場所じゃないとそもそもダメなので、だったら持ち運び式のものを探した方がいいような気がするんですよ。なるほど、なるほどね。で実際キャンピングカーのシャワーって、まあ、こっちに20リッターの、シンク用の水、はい、でシャワー用に別に例えば60リッターとか80リッターっていうパターンの車もあるんですよ、はいはい、で一個僕が注意しといた方がいいなと思うのは、うん、60リッター、80リッターの水を入れて走ってると、うん、当然水なんで80キロになるわけですよ。うん、で、水の場合は人間と違くてこう揺れるので、はいはいはい、ブレーキを踏んだ時にその水が前にグッと来るわけですよ。あ、なるほど。で、そうするとやっぱりちょっとスピード出してた時のスピードのブレーキのかかり具合っていうのは、うん、やっぱり前にグッと押されることになるので、制動距離がすごくかかるので、なるほど、ね、実際そのあたりはちゃんと運転が分かった人がつけた方がいいと思う。なるほどね。なるほど。そう、だからそれ80キロ以上のものがグッという圧力で来るっていうのが一つ、うんうんうん、で、あと結構あの後からシャワーつけるのって工事は大変なんですよね。そうですよね。そうですよね。実際結構お金かかるんですよ、うん、お金も。なるほどね。そうそう、この辺でね、お金がね、悩むところですね。いや、そうですよね。悩むとこだね。だからそのあたりの一回見積もりは出して分には別にお金がかからないので、うん、やってもらうんだったらちゃんとしたビルダーさんの方がいいような気はします。うん、そういうことですね。なんか同じキャンピングカー屋さんでも、はい、夏だったらね、このクレスさんとかクレアとかあるけど、うん、別の会社に例えばこれを持ってった時にシャワーつけてくれって言ったら、うん、構造が分かってないからどこに穴開けたら一番いいのかとか、排水の仕方とかが分かってないんですよ。なのでこの設計図を持ってるビルダーさんにお願いするのがやっぱり安全かなっていったところはあるっすね。はい、ありがとうございます。いや、ごめんなさい、なんかそんな答えになっちゃって。いえいえ、ね、参考になりました。2年目はちょっとね、シャワー使いたいな検討してね。だから本当に真冬だとあれですけど、うん、まあエアフィーターは中入ってるはずなので、 あったかいはずなんで、そうですね、まあ、持ち運びのポータブルのシャワーとかの方が本当は無難な気はしますけどね、うんうん、そういうことですね。2つ目はクーラーをつけたいなっていうのがあるんですけど、はい、クーラーによってなんかいろんなタイプあると思うんで、そうだね、うん、いろいろウィンドウ式や、まあ、あと室外機についたやつとかポータブルとかね、はい、いろいろありますけど。そうですね。狙ってる商品はあるんですか？一つ気になってたのは、あのクールスターが、まあ、コンパクトだし、あと、まあ、能力もそれなりにあるっていうので考えたりもしてますね。そうですね、はい、クールスターに関して言えば、まあ、ハイエースについてるパターンが最近多いですけど、うん、冷え度の体感としては結構冷える感じはしますね。いいですね。なので例えば僕も撮影の時とかに、はい、あのつけてくれるんですよ、あのスタッフさんが、はいはい、あの涼しいようにしときますんで、うん、あの気遣いいただいて、うん、思ったより冷えます。おお、なるほどね。タックさん、あれは知ってるかな、あの中国産のちょっと安いやつで、最近、まあ、今回横浜のキャンピングカーショーでもいくつかついてたんですけど、うんうん、同じようにクールスターみたいな感じでね、出てる、あの白いやつですか？白いやつ、白いやつ、はい、ありますね。で、室外機が天井パターンと、下につけるパターンと、あと後ろにつけるパターン、3個ぐらいあって、あれはあのどうかなと思ってね。あれはね、僕買ったことないんですよね。ああ、そうですか。なのでちょっとその性能は分かんないです。なるほどね。 YouTube とかでもつけてる人とかいて、うんうん、なんとなくやっぱあのいろんな作りが雑まあね、いや、それはねちょっとそうですよ、はい、若干ね。まあやっぱりそういったところの安心感とか、うん、そういったところはの方がクールスターの方が高いでしょうね。うん、そう、あとは家庭用エアコンになるでしょうから、普通ですよね。確かに。
このパターンの場合はでも、もうここに天袋ついてるのが一番後ろになるのかな。ああ、そうですね。つけやすそうなのは、あれを外して本棚のところみたいに後ろがなってますけど、はい、あれを外してあそこにつけるパターン。ーなるほど。多分ね。そうだね。そうだね。そうなってくるのかな。後付けだと R って普段どこについてんだっけな。こっち。ここなんかこういうとこについてる人いな、いたよね。こっち側についてるパターンもたまにあるんですよね。天袋がどうなるか、はい、そう、家庭用エアコンとかエアコンつける時の注意点でよく聞くのは、はい、後付けでこう後ろのところにね、うん、あの電気屋さん、友達が電気屋だからつけてもらったとかっていう人がたまにいるんですけど、はい、配管で室外機に持ってくんですけど、うんうん、そうすると大体、うん、室外機は後ろのベッド下のところの荷物入れのところに室外機を置くパターンが多いんですけど、うんうん、車の運転席側にこうパイプを出して持っていくパターンが多いんですけど、うん、結構ね、左側からね、水漏れっていうか液漏れがするって話をよく聞くんですよ。おお、そうなんだね。で、やっぱ車とちょっと違うので、はいはい、なんかね、微妙にね、付け方が、角度をつけてつけなきゃいけないっていう、なんか技術があるらしいんですよ。家庭用エアコンは。そうなんだ。中に水が。たまらないように。やっぱね、あるらしいんですよ。そういうことね。だからその辺は普通の電気屋さんはやっぱり知らないので。そうですね。で、車自体もちょっと揺れるでしょ？どうせ、あの車なんでですね。だからそういったところも、やっぱメーカーさんに一回、ナッツに相談するのが一番、家庭用エアコンとかも関してはね、そうですね、とは思うんです。そうですね。で、クールスターの冷え度で、はい、キャブコンで上から下までこっちまで全部一台冷えるのかはちょっとわかんないですね。家庭用エアコンは間違いないです。なるほど。どんな風に、まあ夜のね、一晩とか、うん、そういう使い方なら良さそうだよね。そうですね。日中のね、日が照ってない。夜だったらね、うんうんうん、で、お二人の場合はこれからもバンライフ、キャンピングカーで旅を続けていく。そうです。で、暑い時はもうなるべく北側に行ってとか標高高いところに行って、そうですね、なるべくそれが理想ですよね。理想ですね。って思うと、実際キャンピングカーでエアコンつける夜って本当に1週間あるかないかぐらい。ああ、本当そう思います。なるほど、確かに。そのぐらいな、うまく動けばそんな感じ。そう、北海道は本当に夜ほとんどエアコンいらないし、はい、北海道でも上の方上がっちゃえばっていうのが絶対あるはずなんで、そうですね。そうだ、そのコストに見合うまでエアコンを使うのかっていうところは正直。今年どこ行ったんですか。もう一番関東地域が沖縄からずっと来て、その延長線しか行ってないので東北とか行ってないんですよ。じゃあ暑かったでしょう、今年は。暑かったです。暑かった。ね、だから余計に欲しいと思って。あの、愛知県が僕たちね、出身ですけど、愛知県に数日泊まった時が一番の酷暑で、37度とか。寝れないでしょう。ちょっと寝れなかったね。なので、やっぱりね、これからもっと、一周すれば基本的には、なんていうんですか、うん、ちょっと飛ばして、じゃあ北海道夏場行っとこうかとかもきっとできるようになると思うので、はい。そうですね。そうしたら、まあそんなに本当に、出してエアコンがいるのか。うん、そうですね。本当、そう思います。うまいこと、夏場はね。いや、ただ個人的には欲しいですけどね。エアコンのキャンピングカーも知っちゃってるんで、あ、そしたらむちゃくちゃいいです。あ、そうですよね。日中エンジンかけなくてもこれでむちゃくちゃ涼しいですから。おー、素晴らしいですね。それはそのソーラーパネルとかバッテリーってどんな感じですか。ソーラーつけてる人が多いですけど、うん、はい、バッテリーの充電に関してこれって普通のクレスはエボライトとかついてます。普通です普通ですか、はい、バッテリー何個積んでます。サブバッテリー、サブバッテリー2機です。2機か、はい。なので、まあ増設も増設ですね、でしょうね、違いなく。そう、ね、そう思います。なのでエアコンつけるとなれば、まあ、ソーラーパネルも増設したいと思ってるんですけどね。なるほどですね。まあでもそうなるでしょうね。はい、
そういうのをセットでね、検討しています。そうですね、結構かかりますね、はい、それも結構かかりますね。そうですよまあでもそうやって考えながらやっていくのもキャンピングカーの楽しさの一つだと思っててそうかもしれない。そうですね、本当にみんなちょっとこう、あ、ここに突っ張り棒を入れとこうとか、ちょっとここにフックかけとこうとか、そういうことが絶対あるはずなんで、はい、ぜひなんかキャンピングカーは乗れば乗るほど上達していくし、楽しさがより分かってくると思うんですね。いや、本当にそう思います。ね、やっぱりさ、すごい慣れてきてさ、使い勝手とか、あとこのクレソンジャーニーの良さがすごい分かってくるし、うん、めちゃめちゃ計算されて、本当それは感動するよね。棚とかさ、テーブルとか、いろんなものが設置されてるなっていうのはすごく感じますね。そうですね。あとクレソンの場合は左右、前後左右のバランスが結構いいので、たまに左側だけに重いもの持ってきてるキャンピングカーとかもあるんですけど、そういったところも考えられてたりもしますから、確かにそう、そういう意味でも使いやすいと思うんですね。今回のキャンピングカーショー行った時も、はい、クレソンジャーニーすごいなって思いましたね。そうだね、改めてね、いいね、コスパがやっぱすごく僕は一番いいと思ってるんで、確かにそう思います。じゃあ最後に、はい、あのメンテナンスについて教えてほしいなと思って、はい、私たちここでもう毎日暮らしてるんですけど、うん、もう長く大事に乗っていくためにここを気をつけた方がいいとか、そういうのがあれば。メンテナンスで言うとナッツの良さっていうのがすごくあって、はい、ナッツは本当に北海道から九州まで全国に店舗があるので、うん、困った時に入りやすいんですよ。ああ確かに。で、例えばそれがどっかここにしかないっていうキャンピングカー屋さんで、今ここにいる、すごい別なところにいるってなると、やっぱ見てくれるところとかもちょっと遠くなるので、そのあたりはナッツの良さ。なるほど。あ、そうですね。あとこの排水の匂い、ちょっと気をつけてはいるんですけど、なんかね、タックさんはね、どうしてるのかなっていうね。実は僕ね、その商品を作ってるんですよ。商品を？そう。なんかもちろん排水のところってやっぱぬめりも出るし、あれなんで。一応僕の出してる商品の RV クリーンっていうのは、はい、赤ちゃんの哺乳瓶を消毒するためのもので、で赤ちゃん口にするじゃないですか、はい、だから人間もまあ口にしても大丈夫なようなものを使っていて、それにアルカリの洗浄液、洗剤じゃなくてちゃんとしたこう、まあ、殺菌力のあるものを使ってるっていったところで、あの給水タンクにも排水タンクにも使えるようにはしてるんですね。あ、そうなんですか。僕の場合は普段自分の RV クリーンを排水タンクの方に先にドボドボドボって入れといて、はい、でまあ排水するじゃないですか、はいはい、そうするとちょっとこう塩素っぽい感じなので、そのままもう中があのヌメヌメしづらくだいぶなってやってるパターン。あーなるほどね。あとは、まあ、重曹みたいなものを入れとくとかっていうパターンですね。オキシクリーンみたいなやつあるじゃん、はいはいはい、あれをパウダーをもう排水口の空の時にパーって入れといて、排水でも水をそれにシャーってやっちゃう。そういうことね。するとだいぶ楽す。そうなんだね。ちょっと試してみよう。試してみようか。で、あとはもう手突っ込んで頑張って洗うしかない。ああ、そうですね。埋めた時はね。そう。でも生活してたら絶対そういうのあるんで。そうそうそう。ありますね。そこが。まあ、それは。ちょっと使ってみてね、数日排水できない時に、やっぱり匂いが出てくるのがどれぐらいね、抑えられるかっていうのね、そうですね、やってみましょうね、はい、今度じゃあ、あの RV クリップ差し上げますぜひ。あ、本当ですか、はい、使ってみてください。ありがとうございます、使っちゃいます、はい、はい、レビューします。あ、ありがとうございますはい、ということで今日はキャンピングカー TV のタックルさんに私たちの悩みを聞いていただきました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。とても参考になりました。いやいや、ありがとうございます。ではさよなら。いかがだったでしょうか。今回はキャンピングカー事情にとっても詳しいタックルさんにエアコン、シャワー、排水問題についてアドバイスをいただきました。ぜひ皆さんも参考にしてみてくださいね。実際にキャンピングカーで生活してみるととっても楽しいですが、使っているからこその疑問や購入前に装備しておきたかったものも出てきますね。しかしバンライフの旅をうまく計画すればエアコンもほぼ使わなくてもいいですし、
シャワーも週末バンライフや1週間ほどの使用であれば、目的地の銭湯や温泉でなんとかなります。私たちはフルタイムのバンライフなので、簡易的なシャワーシステムは今後も検討していきたいと思います。網戸の悩みもあるので、ナッツの営業所へ聞きに行ってこようと思っています。こんな感じで私たちは買ってから気づいた改善したいポイントもいくつかあるのですが、使いながら自分好みに手を加えていくのもキャンピングカーの楽しみでもありますね。これからもキャンピングカー、バンライフ、車中泊の情報を分かりやすく配信していこうと思います。ぜひチャンネル登録、高評価もお願いします。キャンピングカー TV のチャンネルでもコラボ動画後半を配信していますので、そちらもぜひチェックしてみてください。そして今回のご縁で新たなお仕事もいただきました。まだ言えませんが、そちらもお楽しみに。